皆様こんばんは、えー、ツイキャスの皆様こんばんは、ショールームの皆様こんばんは、聞こえてますでしょうか。か、え、ん、ー、のみなちょっと普段ぎトーク今日は第二回目でございます。こんばんは聞こえてますか。ありがとうございます。<laughs> もう来てくださってるありがとうございます。あ、歌山さん、名古皆さん、あ、こんばんはありがとうございます。 嬉しいな。はい。あ岡本さんもこんばんはです。ありがとうございます。はい。えー、っと、今日はですね、あのー、先週、なんだっけ、私が子供の頃にあの大きいって言われてえ、っていうか、大きいとしか言われたことがなくて嫌だったっていう話をして、で、えー、っと、ちょっとね、あのー、先週、 締めくくったその終わりとちょっと違った話をちょっと今日はね、えー、もう一つちょっとお,はお,お話ししたいなと思ってたことがあったんですけどあっサチブックさんもこんばんはありがとうございます。たんですけど、えー、昨日実はあの映画見ました。えっ、ー、とこの「固、え、定、ーね、の空」というね見えますか 固定のそしてねこれすごくいい映画だったんですよ。今日も何度も何あの仕事の間にも思い出したりしてで、えー、そのうちにいやこの映画の話をちょっとしないとですねえっ、ー、と東京の東京っていうかあの今あの。 関東であの見えるところって横浜シネマリンっていうところなんですけどあの神奈川県の伊勢崎町っていうところにある映画館でやってるんですけども、えー、そこでやってるのが8日までなんです10月のね。でその後21日の日に、えー、池袋のなんだっけ新聞,新聞芸座っていうところで映画で そ,のそれも1回だけやるんですけどあのその後はなんか北関東とかの方に行っちゃうんですよ今栃木茨城の方に移動しちゃうので、えー、ともし、まあ、そこまで見に行くのなかなか大変じゃないですかだからもし可能で見れる人はあのその横浜シネマリンまたは池袋でねあの見れる方はご覧になった方がいいし。 これはね、ぜひ見てほしいなと思う映画だったので、ちょっと急遽ね、ちょっと予定変更しまして、えー、今日はこの話をちょっと皆さんにあのさせていただきたいなというふうに思った次第でございます。えー、っとはい。えー、あ、にむがさんもこんばんはですね、ありがとうございます。あとみほみほりんさんもありがとうございます。オンプさんもありがとうございます。 はい固定のそそうなんです10月8日までねはいありがとうございます。で、えー、ちょっとねまあ内容についてはというかストーリーはあのちょっとこれからねご覧になる方がいると思いますのであのちょっとあの、まあ、話したいの山々なんですけどあの今日はちょっとストーリーについてはね あのもちろんちょっと話をするのを控えたいとは思うんですけどあの何て言うのかなこう人として生まれてきてなんかねあのこのみんななんか国語の中にね何かしらのこ国語の闇みたいなものを抱えてあのその人なりのね あの持ってると思うんですちょっとここはあのこれは墓場まで持ってっちゃういう話かなとか、まあ、もちろんそういうのない人もいると思いますしでもいる人もそういうのがあるそういうの持ってるっていう人も当然あるわけです。であのこの映画はね最初はあの、まあ、そのこのねなんでこの,あのこの映画を見ることになったかっていいますとさあの今日も来てくださってるサチボックルさんがですね この,、ね、あの映画の中で絵を描いていらっしゃるんですよ。あのこ,の中このねあの「固定の空」っていうのはちょっと絵がねあの、まあ、ちょっとキーポイントっていうかあの使われてまして見えますかねこれあのアグネスちゃんとその下にあのこれサチボックルさんの描かれた絵なんですけど、えー、そしてサチボックルとこう書いてあるわけなんですね。 見えますかね？はい。と小ブームの方も大丈夫かな？見えますかね？見えますか？皆さん。はいここ。アグネスちゃんとえサチブックルさんが掲げた絵です。あ、あのありがとうございます。なんか見覚えのあるゆがゆがとしてる中に、あのアイコンの方がいらしてますね。ありがとうございます。はいでえー！ えー、このねサチブックルさんの描かれた絵がこの映画の中に何枚か登場するんですよ。で、えー、それは、まあ、あるストーリーがあってそれにそれの絵なんですけどこのそのね、えー、絵を描いたストーリーとこの映画の本編のストーリーがですねこう絶妙にこう絡み合っていてですねなんか後になってうわーそういう。 そういうういいあれだだっったんだっていうねちょっとごめんなさいあの言いたいんですけどちょっと言わないでおきますけどもあそういうことであの伏線があったのかっていうねそういうなんかもうなんか本当に深いあの何気ないその日常の会話だったりとかあのなんかそういう,こうシーンがですね後になってうわあみたいな。 感じなんですよで本当になんかよく作られてる映画でああのー、まあ、感心したって言ったがあれなんですけどでもほんと最後も涙が出てきてですねあのー、ちょっとやばいっていうか、あのー、こんなに本当にあのサチブックさんには再編失礼ですけどもここまで <laughs> いい映画だと思ってなくて <laughs> あのまああのー。 いい映画を見に行くつもりで、もちろん行ったんですけどね。予想以上に良かったです。それで、まあ。行く前はですね。まあ、本当は、なんか、あの、サチブックさんの絵をね。見に行くつもり、半分ぐらいのつもりで行ったんですよ。で、もちろんね。あの、やっぱり、こう、映画の中にね、実際に、その、掲げた絵が出てきたときには、はあ。と思って、あ、はあ、サチブックルさんの絵だみたいな。ことで、それももちろん感動なんですけど。 そのなんていうのかなてうかやっぱりその映画の全体のなんていうのかなこのかこ目線だったりとかっていうのがもう本当にこれ皆さんに是非見ていただきたいなって思う内容でした。なんかねあの映画の話しますとかって言って <laughs> さっきも SNS に Twitter <laughs> とかです Facebook、ね、とかに書いたんですが。 あのなんかね奥馬に物挟まったみたいなことしか言えなくてなんかあのごめんなさいなんですけどもあの、まあ、ちょっとねやっぱストーリーを言ってしまうとあの、ね、あのホイデカが見る人にちょっと失礼なのであのそこはちょっと我慢しますけれども本当になんだかあの久,々にあの久々に映画館で映画見たんですけどもなんかね昭和の香りプンプンっていう感じの。 あのーまあ、ででね、あのー、それこそこうなんていうんですか大きな映画館みたいに例えばポップコーン売ってるとかっていうそういうねあの売り場があるわけでもないしなん,か、あのー、こうなんかそういう映画のグッズをねあの買いに来たみたいなことでもなく、まあ、なんかちょっと T シャツみたいなのとかって置いてましたけど。 あのー、本当にただお金払ってお金もねその現金以外はカードを扱ってませんみたいな感じで現金でしかそのチケット買えないんですけどあのー、そんな感じでなんですけどねこうね始まるときに、ね、えどっからこんなに人が来たっていうような感じでなんかわっと人が来るんですよ。それであのー 最初行った時には私たち3人で行ったんです岡本さんっていう方と3人で行ったんですけどあのまああと何人来るのかなっていう感じでねいたんですけども始まる時にはねなんかまああのもちろんね満、まあ、席になるとかそんなことではないですけどあの結構人が集まってきてましたそしてなんか私たちが見た映画の後の映画がまたなんかちょっとあの ちょっとなんてていいう映画かもも覚えてないですけどもあの本当にまたびっくりするような人が来てましてあなんかこういうことでね人ってちゃんと集まるんだな見に来るんだなって改めて思いましたであの意外だったのはですねその椅子私たちが座った椅子がねすごくね座り心地のいい椅子であの本当なんかあの地味な 昭和の香りぷんぷんの映画館なのにこんなにいい椅子なのかってちょっとびっくりするぐらい座り心地のいい椅子でした、はい、であの最初はねなんかねあのストーリーが、まあ、よく見えないしどんなストーリーなのか全く事前に聞いてなかったので、まあ、きあの聞かなくてよかったんですけど聞いてなくてよかったなって思ってるんですがあのなんかね展開がわからなくてちょっと最初はね ななんんだだかっっていう感じだったんですよところがねなんかだん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 ね佳境に入ってきてであのー、もうね眠くなるところじゃなくてあのもう本当に引き込まれてですねもうなんか111分の映画なんですけどあれもう終わったっていうぐらいにあのー、あっという間な感じでした。なんかかもう途中からは本当に すっかりあの中に入ってしまってですね。あの。その主人公の苦しみとかみたいなところにね。非常にあの考えさせられるものがありましたね。で、なんか人ってやっぱり生半可に生きてないなとか。あのみんなそれぞれね。あの抱えて生きてるよなっていう中で。なんかね、あのちょっと意外な展開があるんですよ。 あそういうことだったのっていう、まあ、言いませんけどそういうのがあるんですでもう本当にね何て言うんでしょうかよくできた映画でした本当にあの、まあ、ちょっとこれ以上言っちゃうとねあのネタバレしちゃうといけないのであのこの辺にしときますけれどもあの、まあ、本当に見る価値がある映画で。 単館上映がねもったいないなぁと思ったし何でもっとあ,のあちこちの映画館で上映しないんだろうなって思うぐらいあのいい内容の映画だったと思います。であのそれでねあの最後の,あのもちろんその映画の中に幸福さんの描いた絵が何枚も出てきて「ああ!」みたいなあの感動があるんですがあの最後にあのエンドロールにですね あのサチボックルって、まあ、出てくるわけなんです名前がねもうそれ見た瞬間もう涙がね出ちゃってねあのなんでしょうね私サチボックルさんには一度しかお会いしたことないんですけどなんかもうなんかほぼ身内的な,なんかあのまあなんか妹か娘かなんかそんなねこう近いところの人のがこうねあの名前が載ってるっていう感じでね。 なんかもうそれで私あのバッグの中でこうねハンカチ探してこうね探ってたんですけど隣にいた夫がねあのなんか私がねあのハンカチ探ってるのを見てねなんかほっとしてたっていうかあ泣いてるの俺だけじゃねえんだと思ったみたいであの、まあ、そんなようなねあの感じであの見てまいりました。あのぜひぜひあのご覧になれる方はねえっと明日が6日ですね たぶ、えーえー、と時間変わらないと思います12時55分から約2時間ですね、えー、と14時50分かなまでの、あのー、時間の枠ここしかないんですであとはね違う映画をどの映画もね一日に1回しか上映してなくて見てたらで、あのー、先週はあのこの「固定の人がが夜の上映だったんですがあのー ま、今の時間、今の日にちはあのヒグなんですね。で、えっ、ー、と最後21日の池袋は確か6時半からだったと思います。新聞映像ですね。で、なんかね。あの、さっきちらっと見たら、あの終わったところで、なんかあの舞台挨拶があるみたいなことが書いてあったので、もしかすると出演者がちょっと。 来て挨拶みたいなのがあるのかもしれないです。はい、あのちょっとごめんなさいあのさっき見た感じではねそんな風に書いてありました。ちょっとごめんなさいねちょっとコメントコメントこっちはないこっちですね。そう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 なんですよねミニシアターねそうなんですよ味があるんですよね。 ックさんは名古屋で10回ぐらい見に行ったそうです <laughs> でもねあのこれあのご本人だったらね私ももし自分で何か関わってたら行っちゃうだろうなと思いますその気持ち分かりますよ本当はい岡本さんもねぜひ行ける人は見てくださいねということでそうですよね <laughs> 本当に岡本さんと見れてよかったですあのねはい。 ありがとうございまし,た、あのー、しあのストーリーをね言わないとねなんか本当に <laughs> 非常に難しいんですけども大変にいい映画だったということです今日もね本当仕事しながらもね何回もあのこの映画のシーンが頭をこうこうよぎっていくような感じで、あのー、深くこう内容がねとても深いんですよ。 であのうんなんだろうな人人と人との愛とか、うん、でもなんかね言葉にしちゃうとなんか陳腐な感じになっちゃうんですけどこのねあのに日本と韓国と中国の合作なんですけどもあので日本でのロケっていうのはあの多分なかったのか。あのの日本のち場所って どどここかのの場所ってていいうのは出てこないんですけどあの映画の中の半分ぐらいは日本語の、えー、と会話になってますで韓国語だったり中国語だったりしてるところは全部字幕がもちろん入っていてあのストーリーが何か分かんなくなるとかっていうようなことはありませんけどあのこのね中国だったり韓国だったりっていうこのがどんなふうに関わるんだろうなってその。 三,三国が,そのが合作で作ってるっていうのは事前に分かってて言ってるんですけどどんなふうに関わるのかなと思ったんですが非常にねあの自然な感じであなるほどこれで三国が関わるっていうこういうことだったんだなっていうのも見てすごく納得しましたしなんかねあのストーリーの展開とか あのあそうだったんだってこうネタバレして「あとかって思うんですとこが何か所かあるんですけどもあのすごくねすごいなと思ったのはあの無理な展開っていうのがなくてあそうだったんだっていうこのすごいねナチュラルなんですよ。本当川川の流れがねこうこうこう川が流れていくように自然な流れの中で。 はああそういうことが起こったんだっていうのがこう自然にこう納得できるような本当に何かこううんこの説得力って言うんですかねすごかったなと思いましたあの本当にあの素晴らしい映画だったので、えー、ぜひぜひあのご覧になれる方にはねご覧になっていただきたいなと思いますはい、えー、今日はねあのちょっと当初 <laughs> 当初ですね、あのお話ししようと思ってたことじゃないことで、えー、あのこの固定のそがというね映画これのあのお話をさせていただきました。すごくいい映画でした。ええー、再もう一回言いますけど、横浜シネマリン伊勢崎町にあります。えー、ここでのみ今、えー、上映しております。で、えっ、ー、とまあ。 あの普通のまあ映画館に入るのと同じように1,800円で、えー、昨日はねなんかメンズデーとかでねあのうちの夫は1,100円でしたねはいであのまあ何かいろいろと割引とかもあの活用できればあのなんかレディースデーとかもあるようですしなんかシニアだったりとかいろいろ割引とかもあるようでございます。 で、えー、12時55分から14時50分までの上映です。はい。えー、あとね明日明後日しはさってと三日間だけですけれども行ける行ける方はどうぞあのちょっと見ていただければなと思いました。はい。なんかね本当にあの自分の知り合ったこうね。 お友達になってる方があの実際にこう絵をね描いてそれを映画の中で見るっていうのはね初めての体験で本当にあの感動しましたすごく良かったですはいではですねああみほぎんさんいいこと書いてくださいましたねそうなんですよねこう ね、国と国との中でこう非常にこう韓国だったりとか、中国とかって今こう摩擦があったりギクシャクしてる関係ある,あるんですけど、この民間レベルではね。仲良しなんですね。ってホッとしますね。っていうことではあ、美穂銀さんさすがですね。はい、いいコメントありがとうございます。本当にね。あの良かったですよ。 あのアグネスちゃんもワンシーンねあの登場してましたけどもなかなかあのいいお味を出していたのかなと思います。はいあのまあほんとこれ以上言っちゃうとねちょっと <laughs> ネタバレしちゃうのでこの辺にしておきます。はいえー、とね今日はねあのちょっと当初と予定を変えちゃったのであの何弾こうかなと思ったんですけどヘの「ヘンデルの」 <laughs>「私を泣かせてください」という曲があるんですがちょっとそれをねパイプオルガンの音で聴いてみようと思います。 えー、<laughs> あのと急,急遽あの内容を変えてで何、まあ、か内容かが言ったら何弾いたらいいかなっていごいご考えてたんですがさっき「あそうだ私を泣かせてください」っていう曲があったなと思って <laughs> すいません全然練習しないでいきなり弾いたんですけどはいこんな曲でしたよね。 はい、今日もねたくさんにいろいろと花火とか上げてくださいましてありがとうございますそんなことでね、今日第2回目の配信をさせていただきましたまた来週もですね普段にトークということでやってみたいと思いますまた土曜日にはですねいつも夫がやっておりますシアターパーティーの方で また、夫からもあの話があるかなと思います。なんか映像がもしかすると出てくるかもしれないし、出てこないかもしれませんけど、あのまあ、なんか？なかしら？まあ話をするんじゃないかなと思います。はい、えー。将軍部の皆様もありがとうございます。なんかたくさんなんかゆがゆがと来ていただいてまして。ありがとうございます。ちょっとね。あの？ あ、ええー、百四十名もいや、たくさん来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝しております。えー、はい、サチボックルさんからまた何かいただきました。百四十名。 <laughs> あのねなんかあのなかなかねあのツイキャスだと今も21名で、えー、今現在視聴してくださっている方が14名っていうふうに出てるんですけどあのまあ、もちろんねあのその140名が全員今,今見てるというよりはあの多分覗いてくださった方のトータルだと思うんですけど <laughs> 将軍もすごいですね。はい、えー ちボックルさん、映画館で映画で思ったのは人に必要なのは愛だと思いました。悲しみを超えて愛、愛自分を人を大切に愛すること、本当そうですよね。その通りだと思います。はい。あ、好きな曲だったんですね。サチボックルさん、ああ、良かったです。それは良かった。そうなんですよ。あの <laughs> パイプオルガンの本物のパイプオルガンって結構難しくて。 あのなんかこうなんていうんですか空気がこう入った音とかがあるんですけどまあこのこの場合パイプオルガン風の音なんですけどあのなかなか私も気に入っていますはいありがとうございましたなんだかんだで30分近く喋っちゃったんですけど <laughs> すいません、えー、ではまた来週もあのやってみたいと思いますあのぜひぜひこの しつこいですけどこのの固定の空ぜひ見てくださいいありがとうございましたでは、えー、また来週もよろしくお願いします。で土曜日またシアターパーティーでねチャットで参加しますので、えー、シアターパーティー焦げる方は是非よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。